どうもベアンです。イオンスタイル松山の、組み立て2日目はですね、機関車トーマスのレイアウトを完成させました。なので、完成後のレイアウト紹介やっていきたいと思います。今回組み立てた機関車トーマスのレイアウトはこんな感じになってます。はい、ナップボードステーションから6線まず出てまして、一番ね、今ニアちゃんがいるところの路線は向こうに行ってドキドキマウンテンを越えて、でそこを降りてくるという路線になってます。でその他にこの今、レベッカちゃんがいるところは回転ブリッジを越えてまた戻ってくると。でヒロさんの路線とかはですね、このバッタンブリッジを行くという、でここにねチョコパーシーもいますけども、それも回転ブリッジと。で、スペンサーがいるところはね、伸びる虹の橋を越えてぐるーっと戻っていくというような感じになってます。でこのね、アシマかな、アシマはドキドキマウンテンを越えてグラグラ吊り橋を降りてぐるーっと降りるような感じになってます。こんな感じの6線になってます。であとは機関庫ですね。機関庫結構上手にできたと思うんですよね、コンパクトに。で今あれですかね、名前が出てこない、あの子がね、あの給水筒にいたりとか、ボコとかディーゼルがあの機関庫の中にいたりとかね、エドワードさんで、ここにねヒロとシューティングスターゴードンがいるんですよね。ハイスピードの2人がこう待機しているという、かっこいいですよね。であとはですね、あのこの自動回転台を使いまして、こういう風に来てグラグラ吊り橋の下を越えて、今ドビーがいますね。でこう来て降りて、またあそこの回転台で帰ってくるというコースがあります。であとこのね、今4馬王さんがいるところは U ターンレールで行くとバッタンブリッジがあると。ここはバッタンブリッジのクロスになってます。でまた U ターンで帰ってくるというような感じになってます。で外周線があるんですけども、外周線は緑のトーマスさんが、あの素動灯に来る前のトーマスですよね。ちょっと青いねノーマルのトーマスさんがちょっと調子悪かったので、今回代役として緑の方で使わせていただきます。こんな感じになってます。でここがですね、今回、まあ、時期的にね、ハロウィンの時期もあっということですので、ベイアンオリジナルのハロウィン列車とですね、マクドナルドの、ね、ハッピーセットのチケットキャンペーンでゲットした、ハロウィントンネルと、であとはオレンジと紫のレールを使って、路線を作りましたけども、こんな感じでハロウィンレイアウトになってます。であとここはですね、このグレーの、90度カーブをちょっと路面電車に見立てましてですね、で走らせる車両は四国8600系と。で、まあ、この8600系は松山の方に来るので、一応ここね、ここだけ、この2路線だけプチ松山っぽくやってみました。こんな感じの路線にやりましたというね。で一応でやっぱりね、この低い机はね、もう子供目線がめちゃくちゃいいので、これぐらいの、ね、目線になるんですよね。めちゃくちゃいい眺めじゃないですか、本当。ナップボードステーションの低いところからの眺めすごいいいですね、本当ね。で、なので結構なんか楽しめるようなレイアウトには してやるつもりなんですけどもね。一応アクションもいっぱいあるし、この坂を急降下のところとか、バッタンブリッジ、回転ブリッジとかね、あと伸びる虹の橋というような感じで、あとグラグラ吊り橋か、アクションもたくさんのレイアウトになっているので、お子さんに見て楽しんでもらえるんじゃないかなとは思ってます。で今回ですね、この組み立てなんですけども、なんと、微調整と車両のセッティングを含めて大体3時間ぐらいでできたんですよね。いつもよりかなり早くできたんですけども、やっぱりね、ちょっと前にグリプラ広場で機関車トーマスのレイアウトを組み立ててたこともあって、感覚的にね、なんか早くできたようには思いますね。で、まあ、今回ちょっと斬新だったのが、その地元の路線をちょっとプチ表現するっていうのも入れてみたのは、今までとはちょっと違うかなとは思いますね。はい、ちょっと放送入るので、こんな感じでレイアウト紹介を終わりたいと思います。イベント自体は、週末の、土日のみになりますので、もしこの動画見られてね、いいなとか思われた方がおられましたら、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、そうしますと、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。